2015年、東京都足立区である事件が起きました。かつては仲が良かった三姉妹の間で起きたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる江川悦子は東京都で出生します。彼女の実家は複数の土地を持っており、資産家として知られていました。そして父親は不動産を経営しながらも電力会社で働いていたそうです。母親自身も警察官の娘であり、悦子は真面目な両親に大切に育てられていきました。また彼女には姉と妹がおり、三姉妹だったといいます。このような家庭で暮らしていた三姉妹は見慣れ礼儀正しい女性に成長していきました。そして三人で外出することもあり、仲のいい三姉妹として知られていたようです。そんな中、最初に長女が結婚し、実家を巣立っていきました。それから8年ほどが経過し、悦子も結婚することになります。彼女は東京の実家を離れ、北海道に住む旦那の元に嫁いでいきました。そのためこの時点で実家に残ったのは三女だけということになります。そして間もなくして江川家に嬉しい出来事が起きたのです。何でも最初に結婚していた長女が待望の娘を出産したそうなのです。そうして生まれた娘は両親にとって初めての孫だったため、一家は幸せに満ち溢れていました。しかし、そんな幸せな日々は長く続きません。というのも、長女が育児の色褪せでうつ病になってしまったというのです。これにより、長女は娘を育てるのが困難になってしまいます。さらに、夫との関係も悪くなり、離婚することになりました。そのため、長女はまだ乳児の娘を連れて実家に戻ってきたのです。そうして孫を連れて帰ってきた長女の姿を見た両親は驚愕します。なぜならうつ病の影響で長女の姿が別人のように変わり果てていたからです。ここから長女は娘と共に実家で暮らし始めます。その一方で翌年になると三女が結婚したため家を出ていきました。つまりこの時点で江川家には両親と長女、そして長女の娘の4人ということになります。そして長女の病状は悪化の一途をたどっていきました。なんと両親を罵倒したり、食器を破壊して暴れるようになったそうなのです。さらに長女は精神を病んでいき、両親に牙を剥くようになります。ある時は部屋に引きこもったかと思えば、ある時は刃物を投げつけてくることもありました。しまいにはもう私はあの世に行きたい、誰か私をあの世に行かせてと叫び続けることもあったというのです。この頃、両親は初老を迎えており、人が変わったように暴れ回る長女のことをどうすればいいのかわからなくなってしまいます。もちろん両親は長女のことを病院へ連れて行ったのですが、症状が良くなることはありません。それに加え、まともに会話をすることすらままならないのです。この時、次女である悦子は北海道に嫁いでいましたが、子供はいませんでした。そこで両親は次女である悦子を頼り、次のメールを送信しています。長女が暴れて家のものを壊している、今日も長女が刃物を持って飛びかかってきた、このようなメールが毎晩のように悦子の元に届くようになったのです。このメールを見た悦子は実家の状況が悪くなる一方だったため心配を募らせていきます。彼女は両親のことももちろん心配でしたが、長女の娘、つまり悦子にとって姪っ子のことが何よりも気がかりでした。そのため北海道からたびたび東京の実家に帰って様子を見ることにしたのです。そして実家に戻っている間、悦子は片時も姪っ子から目を離しませんでした。食事の時や寝る時もずっと一緒に過ごしており、姪っ子に危害が加えられないように見張っていたのです。悦子がそのように接していたため、姪っ子も次第に悦子を慕うようになります。そのうちに姪っ子はずっとうちにいてほしいと悦子に訴えるようになったのです。この言葉を聞いた悦子は、このまま北海道と東京の行き来を続けるべきなのか、実家に帰って姪っ子の面倒を見るべきなのか悩むようになりました。そんな中、とんでもない騒動が起きてしまいます。それは長女が実家に帰ってきてから3年が経った頃の話です。ある日、両親が長女のことを思って大学病院へ入院させることにしました。
こうして長女は強制的に入院させられたのです。しかし長女は病院内でも暴れ回り、手がつけられなくなってしまいます。そして驚くべきことに、入院してからわずか2週間で病院を追い出されてしまったのです。こうして退院させられた長女は実家に戻ると両親に怒りをぶちまけました。これ以来長女は実家でさらに暴れるようになってしまったのです。姪っ子も自分の母親が暴れ回る姿を見て泣き叫ぶことが多くなってしまいます。この状況を知った悦子は次のように決意を固めるのです。東京に戻って私が姪っ子を育てる、私は姪っ子の母親として生きるんだ。このように決心した悦子は2006年の春に離婚して北海道から東京に戻ったのです。この時悦子は実家の家業を継ぎ、不動産の収入があったため、ある程度の時間が確保できました。そして実家に戻った悦子は本当の母親以上に姪っ子に対して愛情を注いでいったのです。ただ長女の精神は全く回復することはなく、恐ろしい行動に移ります。なんとある夜、いきなりロープを手にして、これで私の首を絞めろ、こんな辛い人生は嫌だ、などと叫んできたというのです。次第にお前の命を奪ってやると言い出し、ハサミを投げつけることもあったといいます。このような事態は昼でも夜でもお構いなしに起きるため、悦子は姪っ子のことを一人にさせておくことはできず、心の休まる時間がありませんでした。その一方で悦子はにこやかに近所付き合いをしており、近隣住民とはいい関係を築いていたようです。ただ時折疲れた表情を浮かべることもあったといいます。そんな中、さらなる悲劇が江川家を襲いました。何でも父親が病気で他界してしまったというのです。さらに母親の体にも癌が見つかってしまいます。この時にはかなり進行していたようで、父親が亡くなってから2年後には母親も他界してしまいました。そして母親の葬儀が行われたのですが、長女はとんでもない行為をしています。驚くべきことに祭壇の水をぶちまけたというのです。さらには骨壺から母親の骨をつかみ取って自分の娘に投げつけたといいます。この恐ろしい母親の姿を見た姪っ子は怯えるしかありませんでした。こうして両親が先立ってしまったため、実家には長女、悦子、姪っ子の3人となります。そんな生活を送る中、悦子も心のバランスを崩してしまいました。彼女はいきなり号泣したり眠れなくなっていきます。そのため病院に行き、医師に診てもらうことにしました。そこで悦子はうつ病と診断されてしまったのです。医師からは姉と距離を置くようにとアドバイスをもらいました。しかし悦子は実家の不動産の管理や姪っ子を守らなければならず、離れることなどできませんでした。そこで悦子はどうしようもないこの状況を他人に相談することにしたのです。彼女が相談していたのは昔に関係があった男性である A 氏や妹の三女でした。悦子はメールで、もう疲れた、私があの世に行けばいいのかな、などとこぼすようになったのです。さらに悦子は心の中で恐ろしい感情に支配されるようになります。それは姉をこの世から消すしかないというものでした。そんな中、事件当日を迎えます。2015年5月3日、この日、当時43歳の悦子はほとんど眠れていませんでした。なぜなら、前日から長女の病状が不安定であり、暴れ回っていたからです。その対応に追われていた悦子は、姪っ子を守るのに必死で眠れていませんでした。そして、お昼になり、長女が起きてきます。すると長女はいきなり刃物を手にして暴れ始めたのです。悦子はこのままでは自分たちの命が危ないと考えて、 A 氏と三女に助けを求めました。連絡を受けた A 氏と三女が実家に駆けつけて、近くの駐車場で悦子と落ち合います。そこで悦子は次のように言い放ちました。もう耐えられない、姉を手にかけるしかない、今日やる。この言葉に驚く A 氏と三女でしたが、 A 氏は警察を呼ぼうと提案しています。しかし悦子はこの提案を断り、やられる前にやるしかないと考えていたのです。その後悦子は実家に戻っていきました。そして悦子と姪っ子がリビングにいたところ、いきなり刃物を手にした長女が現れたのです。すると長女は次のように叫んできました。
これがお前らの最後の晩餐だ。この言葉に危機感を覚えた悦子はとっさに姪っ子を逃がさなければと頭をよぎります。そのため悦子は姪っ子の背中を押して逃がそうとしたのです。しかし逃げる姪っ子を長女が追いかけていきます。悦子は無我夢中で長女を追いかけて取り押さえることに成功しました。しかし長女は持っていた刃物を自分の喉に突き立てて、もう自分であの世に行くと言い出したのです。これを見た悦子はいい加減にしてと叫びながらそのまま刃物を押してしまいました。その一方で実家の外で待機していた A 氏と三女が家の中から聞こえてくる悲鳴を聞いて駆け込んできます。そこには衝撃の光景が広がっていました。なんと真っ赤になった床に長女が倒れていたのです。そう、二人がもみ合いを続けた結果、ついに刃物が長女の体を傷つけてしまったのです。ただこの時長女にはまだ息がありました。しかし悦子はとどめを刺そうと考えます。そして長女の首にベルトを巻いたのです。ただ必死になっていたせいかうまく力が入りません。このとんでもない光景を目の前にした三女は次のように考えます。悦子姉さんだけにやらせるわけにはいかない。そして三女は悦子が握るベルトに手を貸しました。その後悦子と三女は一緒にベルトを引っ張り力を込めたのです。この時に三女はもう楽になってもいいよという気持ちだったといいます。こうして長女は実の妹二人によって帰らぬ人になってしまいました。その後悦子、A 氏、三女の三人はこれからどうするか話し合っています。そこで出た結論は、長女が自ら命を絶ったかのように偽装しようというものでした。やはり姪っ子のことが気がかりであり、三女も子供がいたため犯罪者になるわけにはいかないと思っていたのです。そして姪っ子のことを三女の家に預けた後通報しました。ただ警察の調べでは、長女の体にある傷が自分でつけたものではないということが判明します。そのため3人とも逮捕されたのです。ただ A 氏に関しては嫌疑不十分で不起訴となりました。その後の裁判で悦子と三女は間違いないと起訴内容を認めています。最終的に裁判長は、悦子の受けた恐怖感、精神的苦痛は大きかった、同情できるが、執行猶予にする事情はないとして、悦子に懲役4年、三女に懲役3年が言い渡されたのです。かつては、一緒に出かけるほど仲が良かった三姉妹の間で起きた本事件。本件を知った人の中には、同情の声を寄せる人もいるようです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2010年、大阪府である事件が起きました。ずっと母親のことを待ち続けた兄弟が被害者となってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる下村早苗は三重県四日市市で出生します。彼女には妹が二人おり、三姉妹の長女だったそうです。そうして5人家族だったわけですが、早苗の父親は高校の強豪ラグビー部の監督をしていました。そのためラグビーの遠征で頻繁に自宅を空けていたといいます。そんな中、早苗が5歳の時に両親が別居してしまいました。そして三姉妹を引き取ったのは母親だったそうです。しかし早苗の母親は娘たちに愛情を注ぐことはありませんでした。信じられないことに、まだ幼い早苗たちを自宅に残して外で遊び回っていたというのです。そしてある夜、早苗は離れて暮らす父親に電話をかけて、お母さんがいないと訴えました。この電話で早苗たちの元に駆けつけた父親はとんでもない光景を目撃します。父親が見たのは、いかにも放置された状態で汚れた服を着た娘たちの哀れな格好だったのです。これを見かねた父親は、早苗が小学1年生の時に正式に離婚し、三姉妹を引き取りました。その後父親は再婚したため、新しい母親ができたのです。しかし早苗たち三姉妹の状況が良くなることはありませんでした。というのも、父親の再婚相手には連れ子がいたようで、あからさまに自分の子供と早苗たちの扱いには差があったそうなのです。
ママ母は自分の子供には高い運動靴を買い与え、サナエたちにはワゴンセールの安い靴を購入していました。またこの頃になっても父親は仕事にかかりきりであり、ママ母も仕事に出ていたため親から愛情をもらうことができません。そのためサナエが下の妹たちの面倒を見ていたといいます。そして3年後には再び父親が離婚してしまいました。サナエはもともと優等生でしたが、こうした家庭環境が影響したのか徐々に荒れ始めてしまいます。彼女は中学に進学した頃から非行仲間とつるむようになり、家出を繰り返すようになってしまったのです。さらに家出のお金を稼ぐために今でいうパパ活のようなこともしていました。そうして夜遊びをしていたサナエなのですが、非行仲間からは信用されていなかったといいます。というのも彼女はよく嘘をついていたらしく、トラブルを起こすとすぐに姿を消していたというのです。そんな時、仲間たちはサナエが飛んだと話していました。そうした生活を送る中、サナエが中学3年の時に最悪の体験をすることになります。なんと複数の男たちに集団でひどい仕打ちを受けたというのです。その結果、サナエは自分が妊娠してしまったのではないかと不安を覚えるようになります。しかしこのこと父親に打ち明けることはできませんでした。ただ中学の担任には相談をしたようで、担任が妊娠の確認を手伝ったといいます。その後もサナエは家出を繰り返していました。そんな娘のことを心配した父親は繁華街を歩き回って探し出したことがあったのです。父親に見つかったサナエはお父さん来たから帰ると言って何事もなかった様子でおとなしく帰宅したといいます。そして父親がなぜ家出をするのか聞いても要領を得る答えはなく、家出したことを泣いて謝ってきました。最終的には笑顔を見せてその場は取り繕うも、翌朝にはまた家出を繰り返していたといいます。その後父親はサナエのことを東京の高等専修学校の知人教諭に託すことにしました。ここは不登校の生徒が多い学校であり、サナエは下宿しながらも高校に通っています。つまり父親から離れて生活をすることになったわけですが、これが彼女にいい影響を与えることになりました。何でも下宿先の知人が親切な人物だったようで、サナエは初めて家族の愛に触れることができたそうなのです。そしてサナエにはある夢ができ、父親に宛てた手紙で綴っていました。私の夢はいいお母さんになることです。世界一温かな家族にすることです。このように書かれていたといいます。その後東京の高校を無事卒業した彼女は地元に戻って割烹料理店に就職が決まりました。そのお店に後に結婚することになる男性が客としてやってきたのです。サナエと男性は仲を深めていき、やがてサナエのお腹には新たな命が宿りました。これを機に結婚することになったのです。この時サナエは19歳であり、男性は大学生でしたが、男性の実家で同居しながら暮らし始めます。そして夫となった男性は大学を中退し、家族を養うために就職しました。その後結婚翌年である2007年5月第一子である長女桜子ちゃんを出産しています。初めての我が子の誕生にサナエはとても喜んでいました。そして翌年の10月には長男の楓くんを出産したのです。こうして二人の子宝に恵まれたサナエは、周囲の人から見てもとても幸せそうな家庭を築いていました。実際サナエがやっていた SNS には次のように書き込んでいたのです。2歳の桜子と1歳の楓とのんびり暮らしてます。二人ともマイペースやけどすくすく育ってくれて、ママは本当にハッピー。しかしその直後、幸せな家庭は崩れてしまいます。なぜならサナエが不倫をしていたことが夫にバレてしまったからです。さらに夫に隠れて借金もしていたというのです。そうして離婚が決まったわけなのですが、まだ幼い桜子ちゃんと楓くんはどうするのか話し合いの場が設けられています。その話し合いには夫の両親とサナエの父親の交際相手がいました。話し合いの場でサナエは私には育てられないと言ったそうです。
これは彼女がきちんと働いたことがなく、これまで二人を育ててこれたのは周りの協力があったからやってこれたことを分かっていたからでした。しかし周りからは二人の子供たちを母親から引き離すことはできないと言われたそうです。そして早苗はすぐに自分が言った言葉を思い直しました。子供を育てられないという言葉は母親として言ってはいけない、自分はひどいことを言ったのだと思ったそうです。その後早苗は離婚するにあたり次の誓約書を書かされています。子供は責任を持って育てます。借金はしっかり返していきます。自分のことは我慢してでも子供に不自由な思いはさせません。家族には甘えません。しっかり働きます。逃げません。嘘はつきません。夜の仕事はしません。連絡はいつでも取れるようにします。こうして22歳の早苗は幼い子供を抱えるシングルマザーになってしまったのです。ただ別れた夫が養育費を振り込むことはなく、早苗自身も児童扶養手当などを受給することはありませんでした。そして愛知県名古屋市に移り住んでキャバクラで働き始めたのです。彼女は昼間に子育てを行い、夜はお店でホステスをしていました。しかし、すぐにあるトラブルが起きてしまいます。というのも、子供が熱を出してしまったのです。この状況に、早苗は子供がインフルエンザかもしれないので、面倒を見てほしいと父親を頼りました。ただ、そんな早苗に父親は次のように言い放ちます。急に言われても仕事もあるし、こうして父親に突き放された早苗は誰も助けてくれないという思いを募らせていきました。また早苗の母親に関しても精神的に不安定であり頼れるような状況ではなかったといいます。そうした状況の中、早苗は一度泣きながら役所に電話をかけていました。彼女は子供の面倒が見られないから預かってほしいと申し出ています。ただこの時はすでに担当者が帰った後だったため、児童相談所の番号が伝えられました。この番号を聞いた早苗はそこに電話しています。児童相談所の担当者からは、今まで辛かったね、しんどい気持ちはわかります、一度来てくださいと言われたそうです。しかし具体的な日時の指定などがなく、早苗はやっぱり誰も助けてくれないのかなと思ってしまいます。児童相談所はその後何度か早苗の携帯の留守電にメッセージを入れていますが、早苗が折り返すことはありませんでした。そして一人で育児と仕事をこなしていた早苗は、当時流行していた新型インフルエンザにかかってしまいます。この時子供に移してはいけないと思った早苗は父親と元夫に助けを求めましたが、どちらも仕事があると断られてしまいました。また同じ頃に楓くんが1歳の誕生日を迎えたため、元夫に動物園へ一緒に行こうと誘っていますが、これも断られてしまいます。さらに当日は誰からもお祝いのメールや電話がなかったそうです。この事実に早苗は、私や桜子や楓のことはなかったことにしたいのかなと感じてしまいます。そしてある日、部屋に残した子供が水道の水を出しっぱなしにするというトラブルが起きました。こうして引っ越しを余儀なくされた早苗は2010年の1月、大阪府に移り住んでいます。彼女が次に勤務先として選んだのはハード系の夜の店でした。そこのお店は従業員に寮を用意しており、早苗たちはワンルームマンションで暮らし始めることになったのです。当初は子供たちを託児所に預けましたが、仕事が終わって迎えに行ったところ、桜子ちゃんが泣きながら駆け寄ってきました。泣いている子供を放置している職員の働き方に嫌悪感を覚えた早苗は、二度と子供たちを預けることはなかったといいます。しかし早苗自身、育児の疲れと仕事のストレスを感じており、精神的に余裕がなくなっていきます。そして彼女は次第にホストクラブに通うようになったのです。こうしてホストと遊ぶ楽しさを覚えた早苗は次のような考えに至ります。もっと遊びたい、子供なんていなかったらよかったのに。こうして早苗は2人の子供を6畳の部屋に残し遊び回るようになりました。当然まだ小さな子供たちは母親の早苗が帰宅するのを待ち、泣き続けることしかできません。この声を聞いた近隣住民が何度か通報を行っています。
しかし、児童相談所の職員が何度も訪れたのですが、早苗は不在だったようで、連絡を取ることができなかったのです。そしてついに、早苗はとんでもない事件を起こします。2010年6月9日、この日、当時23歳の早苗は、自宅に蒸しパンやおにぎり、手巻き寿司とジュースを開封して放置しています。そして、部屋の扉に粘着テープを貼り、開けることができない状態にしたのです。また、玄関に鍵をかけて、一人で外出していきました。その結果、部屋には、まだ幼い二人の子供だけが取り残されてしまったのです。その後、早苗は交際相手の男性と遊び回っています。その様子は、自身の SNS に投稿していました。それから、時は流れていき、勤務先の上司から、異臭がする、と連絡が入ります。この連絡を受けた早苗は、マンションに帰宅しました。驚くべきことに、彼女が帰宅したのは、7月29日であり、50日ぶりだったのです。そこで早苗は、変わり果てた姿の桜子ちゃんと、楓くんの姿を確認しています。しかし、早苗は、二人のことを、そのまま放置して、上司にメールで、次のように伝えたのです。ほったらかしで地元に帰ったんだ。それから怖くなって帰ってなかったの。今日1ヶ月ぶりに帰ったら当然の結果だった。そして彼女は交際相手の男と遊びに出かけてホテルに宿泊しています。その後、上司が通報を行っており、駆けつけた警官によって桜子ちゃんと楓くんが発見されました。二人は寄り添いながら冷たくなっていたそうです。また、冷蔵庫には飲み物や食べ物を求めた小さな手の跡が残されていたといいます。早苗は翌日に逮捕されており、次のように供述しました。私が家を開けている間、自分たちでご飯を作って食べることができないのは分かっていた。そして、精神鑑定を受けた早苗は、刑事責任能力には問題ないとの結果が出たため、大阪地検に殺人罪で起訴されています。裁判では、早苗の元夫が証人尋問として出廷し、刑務所で同じ苦しみを味わってほしい、などと訴えました。検察側は、早苗には手にかける意思があったとして、無期懲役を求刑しており、弁護側は、保護責任者、遺棄致死罪にとどまるとしています。被告人質問で早苗は、子供のことを今でも愛している、二人がいなくなればいいと思ったことはない。放置し続けた理由については、自分でも疑問に思うが、わからない、などと述べました。そして、最終意見陳述で、涙を流しながら、もう一度二人を抱きしめたい。こんなひどい母親ですが、私は、これからも二人の母親でいます。一生二人を背負って、罪を償って生きていきます、と述べています。その後の判決公判では、検察側の主張が大筋で認められる形となり、懲役30年が言い渡されました。この判決を不服とした早苗は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告するも退けられたため、懲役30年が確定したのです。一人の女が起こした本事件。事件後、早苗の父親と母親は、それぞれ面会に訪れて、次のように言葉をかけたそうです。早苗は、どんな時もお父さんの娘。私は、ずっとあなたのお母さん。これを聞いた早苗は、涙が出たと言います。そして、いつか、お父さんとお母さんが、一緒に面会に来てほしいと望んでいるそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2015年、栃木県である事件が起きました。カードショップを開店し、テレビ出演も果たした女が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる影陽子は、栃木県に住んでいました。彼女の父親は、小売業を営んでいたそうです。そうして、問題なく成長していく陽子は、高校を卒業すると、陸上自衛隊に入っています。そこで知り合った二つ年上の男性と恋に落ちました。そして、陽子が二十歳の時にめでたく結婚することになったのです。また、二人の子宝にも恵まれ、幸せな主婦生活を送っています。そんな中、陽子は家計を支えるためにアルバイトを始めました。そこで、
トレーディングカードの担当になったそうです。彼女自身トレーディングカードには詳しくなかったのですが、その魅力にハマっていきました。こうしてトレカの虜になった陽子は、自分自身でカードショップを始めようと考えたのです。とはいえ、陽子はそれまで起業したことはなかったため、経営などの知識はありません。ただ、彼女の中で、やらないで後悔するより、やってから後悔する人生を送りたいと思ったと言います。これまでの人生、それなりに充実はしていましたが、陽子の心の中では、何か物足りない気がしていたそうです。そうして、30年間、ふわふわと生きていたそうですが、カードショップが陽子にとって、やっと見つけたやりたいことでした。このように、起業することを決意した陽子は、実家に報告に行ったそうです。すると、両親からは、猛反対されました。父親は、なんで今なんだ？お前は小さい子供がいるんだぞ。失敗したら、家のローンどうする？何年で返せるんだ？などと言われたそうです。陽子の父親は、小売業を営んでいたため、その苦労を知っていたのもあってか、このように、反対してきたのだと思われます。しかし、陽子の中で、カードショップを開くというのは、家族との関わりと同じくらいやりがいがあって、人生を捧げる価値があると思っており、決意が揺らぐことはありませんでした。こうして、周囲の反対を押し切り、カードショップの準備に取り掛かります。彼女が出店しようと思ったのは、宇都宮市で、カードショップの激戦区と呼ばれている場所であり、一部の人からは、第二の秋葉原とも言われていたそうです。陽子の中では、激戦区にお店を出すことで客が集まると思っていました。ちなみに、トレーディングカードの市場規模は2013年当時1000億円程度あり、現在はその倍の2000億円以上あります。それもそのはず、高額で取引されているトレーディングカードの中には1枚100万円を超えるものもあるのです。さらに2021年ギネス世界記録に認定されているカードで最も高いものは当時のレートで約5億8000万円もするといいます。そんな市場に飛び込んだ陽子は銀行からの融資などを受けて総額630万円の開業資金をなんとかかき集めていきました。そして2013年7月にカードショップをオープンしたのです。元自衛官の主婦が起業しカードショップを開店するという話題性からテレビでその様子が放映されています。この番組では開店前日や開店初日の様子が密着取材されており、懸命に開店作業を頑張る陽子の姿がありました。番組での彼女はこれからお店を繁盛させていきたいというやる気に満ちた表情をしており、後に恐ろしい事件を起こすとは全く想像もできません。そして開店初日から多くの客が来店し、目標の売上金額も達成しました。初日に訪れた客はインタビューで、店長さんがすごい親切な方で積極的に話しかけてくれる感じがアットホーム感があっていいですねと答えています。また陽子も一生の仕事にこれを決めてよかったなと改めて実感しましたととても満足そうに語っていました。その後お店のブログを開設し、次のように綴っています。接客させていただいてますと、お客様の温かさに触れることができて日々感謝の毎日です。こうして念願のカードショップを開店した陽子なのですが、そのうちに経営は行き詰まっていきます。そもそも陽子はお店を経営するのも初めてであり、トレーディングカードやその業界について知識不足でもありました。トレーディングカードは鮮魚と同じくらい鮮度が落ちやすいそうです。そのため薄利でも価値が崩れる前に売りさばいて回していかなければ利益は出にくいと言います。さらに客がカードでバトルする際にほぼ無料で場所を提供していたため、お店は単なるバトルスペースと化していったのです。そうして売り上げはあまりないのにもかかわらず、毎月18万円を超える賃貸料や返済が待っていました。陽子はお店の経営が忙しくなり、家事や育児が二の次になっていきます。そのため自衛官の夫が仕事をしながら家事や育児もこなすようになりました。次第に夫は周囲に妻は店のことしか頭にないと愚痴るようになったそうです。その一方でお店のアルバイトが陽子に対し、こんな企画はどうですかなどと売り上げを伸ばそうといろいろと提案をしてくれたといいます。
しかし、お店をオープンしてから1年が経った頃に不可解な出来事が発生します。何でもカードの棚卸しをした際に枚数が合わなかったそうなのです。一体なぜそんなことが起こったのか、陽子は万引き被害を考えます。そうして調べていった結果、衝撃の事実が発覚するのです。驚くべきことに、陽子のお店で働いていた学生のアルバイトがお店のカードを盗難していたのです。そしてカードを盗難していたのは、陽子に対し売り上げを伸ばそうといろいろと提案をしてくれていたアルバイトでした。信じていたスタッフに裏切られたことで、陽子は大変なショックを受けてしまいます。さらにその被害額は50万円を超えており、盗まれたカードは他店に転売されていました。この学生アルバイトは涙を流しながら土下座をして謝罪してきたそうです。ただ本人は示談を申し出てきて、その対応に追われることになりました。盗難が発覚してから被害額を確認しようと、カードの枚数を数えるのに営業時間を短縮しながら5日もかけて行っている上、示談の話し合いなどでさらに時間が取られていきます。そのため家族とのすれ違いは深刻なものとなっていき、何日も子供と顔を合わすことができない日が続きました。結局陽子は刑事告訴せず示談に応じてしまったのですが、すぐに弁済を無視されるようになったそうです。当然夫との関係も悪化していき、喧嘩が絶えなくなりました。とはいえ、喧嘩をしたからといってお店の売り上げにつながることなどあるはずもなく、ついに陽子はカードショップを閉店すると決意したのです。そして2014年12月のブログに次のように書いていました。もともと家庭に負担をかけない前提でお店を始めました。そういった意味では負担が非常にあったなと思います。どうにか元に戻して立て直したくて、もがいても心や家庭に与える負担は非常に大きいものでした。ただただ家庭も仕事もどちらも選び取れなかった弱さかなとも思います。このブログから1ヶ月後の2015年1月、お店は宣言通り閉店しました。そして陽子に残ったのは約300万円の借金だけだったのです。ところがどっこい、これで彼女が諦めることはありませんでした。どうやらお店の閉店後もトレーディングカードに執着していたというのです。そんな陽子を見た夫は堪忍袋の緒が切れてしまい、家を出て行けと言い放ちました。こうして自宅を追い出された陽子は家族と別居することになります。夫は子供2人と一軒家に住み、陽子は安いアパートで一人暮らしを開始しました。夫からは生活費が振り込まれていたようですが、陽子にとってその金額は少なかったそうです。そうして陽子は夫に対する不満を貯めていきました。そんな中、事件の少し前に不穏な出来事が起きたのです。というのも、夫が自宅で焼酎を飲んだらしいのですが、体調を崩したというのです。夫は何かがおかしいと思いましたが、胃腸炎だと思うようにしました。しかし念のため警察に焼酎を調べてもらったそうです。するととんでもないものが検出されました。なんと殺素剤のタリウムが検出されたそうなのです。タリウムはとても危険な物質であり、最悪の場合命を落とすこともあります。さらに9月に入ってから医療品の販売会社から次のように通報が入りました。影陽子が偽名を使って毒劇物指定の薬物を購入しようとしている。これらのことから警察は陽子のことを疑い、マークされるようになります。実際陽子はとんでもなく恐ろしいことを計画していたのです。驚くべきことに、夫の焼酎に致死量のギリギリの薬物を入れて体調を悪くさせたいと思っていたというのです。こうして33歳になっていた陽子は怖い事件を起こします。2015年10月29日、この日の午後3時ごろ、陽子はある場所に出向いています。それは栃木県宇都宮市内にある別居中の夫の自宅でした。そして夫の留守中に合鍵を使い、家の中に侵入していったのです。さらに夫の焼酎にあろうことか猛毒のリシンを混入させています。しかしこの行動はマークされていた警察にバッチリ抑えられていました。
また夫の自宅には防犯カメラも設置されていたため言い逃れができなくなってしまいます。警察は夫の許可を得て自宅を調べたところ、白く濁った焼酎が発見されました。夫はこの焼酎を口にする前だったため危機一髪で命は助かったのです。そして2015年12月、陽子は夫を手にかけようとした容疑で逮捕されています。取り調べで陽子は嫌がらせのつもりだったなどと供述しました。その後の裁判で検察側は夫の管理で金銭を自由に使えなくなったことから手にかけようと考えた、夫から振り込まれた生活費が少なく不満や憎しみが爆発したと動機を説明し、懲役5年を求刑しています。その一方で弁護側は、被告は精神状況が悪化していた、理心の毒性には正確な認識を持っておらず強い殺意はなかったと主張し、情状酌量を求めました。そして法廷には夫も姿を現し、陽子のことを怖い人間だと思った、子供のために早く離婚して自分や子供の前に二度と現れないでほしいと訴えたのです。判決公判で裁判長は、焼酎は第三者が飲む可能性もあり、悪質かつ危険である。自己中心的かつ短絡的だが、病気の影響や家族関係から、他の方法がないと思い込んで、決意した点は、一定の同情の余地があると述べ、懲役4年を言い渡しました。その後、陽子が控訴したという情報はありません。元自衛官の女が起こした本事件。陽子はすでに出所していると思われますが、現在どうしているのかは不明です。被害者が平穏に暮らしていることを祈るばかりです。2011年茨城県である事件が起きました。カリスマと呼ばれた整体師の女が起こすのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる沢田さつきは、茨城県のひたちなか市に住んでいました。さつきは昔からしっかり者で気が強い少女だったそうです。父親によると、男と女間違って生まれてきたかなと思うほどでした。そんな彼女は10代の頃から有名な劇団の追っかけをするようになります。そうした生活を送る中、さつきはある夢を持つようになりました。その夢というのが舞台女優になることだったそうです。そのため高校卒業後はダンスの専門学校に通っています。しかし夢への階段を登っていたさつきに悲劇が起きてしまいました。何でも足を怪我してしまったらしく、舞台女優という夢を諦めざるを得なくなってしまったそうなのです。こうして夢への道は閉ざされてしまったわけですが、東京都で一旦会社に就職しています。ただこの時になっても有名な劇団の追っかけはしていたようで、そのうちに転機が訪れました。というのも、元トップスターの女優からミュージカル公演の付き人に指名されたというのです。さつきにとっては願ったり叶ったりのこの状況に、すぐに付き人になることを承諾しています。当時を知る関係者によると、さつきはとても優しく素敵なお嬢さんという印象だったそうです。そんな中、劇場で裏方の仕事をしていた男性と知り合い、やがて恋に落ちました。そして二人はめでたくゴールインしています。これはさつきが28歳の頃だったそうです。ただ彼女は男性に尽くしすぎるという一面を持っていたらしく、それが影響したのか、夫婦生活はやがて崩れ始めてしまいます。その原因は夫の DV だったようで、なんと当時住んでいた部屋の壁がボコボコにへこんでいたほどだったというのです。この事実をさつきは自分の実家の家族に言えずにいたようで、我慢していました。しかし夫の凶暴さがどんどんレベルアップしていくうちに、さつきもこの状況に耐えられなくなっていきます。そしてついに夫の両親に相談し、家庭の問題が表に出ることになりました。最終的にお互いに将来のことを考えて、結婚生活は1年ほどで終わりを迎えたのです。離婚後、さつきは居酒屋で働いています。そこでお店の常連客としてやってきた男性と恋に落ち、再婚したのです。2度目の夫はごく普通の会社員だったようで、結婚してからのさつきは専業主婦になりました。
ただ、間もなくして、サツキもパートに出るようになります。そして、パートの仕事を頑張っていました。しかし、サツキが仕事を頑張れば頑張るほど、逆に夫が働かなくなっていったのです。さらに、しばらくすると、夫が会社を辞めてしまいました。このことが原因で、2回目の結婚生活も2年ほどで終焉を迎えたのです。こうして2度目の離婚を経験したサツキに、父親はもう男は連れてくるなと話したといいます。その後、実家に戻ったサツキは飲食店でアルバイトを始めました。そこで新しく一人の男性と知り合います。やがて2人は意気投合して同棲をするようになりました。彼はとても優しく温厚な男性で、同棲は順調だったそうです。サツキは父親からもう男は連れてくるなと言われたこともあって、すぐに籍を入れようとはしなかったようです。ただ同棲生活が3年ほど続き、ついに覚悟を決め結婚することになりました。この時には父親も、今回はいい人と巡り合ってよかったなと言ってくれたそうです。こうして32歳になっていたサツキは3度目の結婚をして、ようやく幸せをつかみました。2人は茨城県のひたちなか市に住んでおり、結婚生活は至って順調だったそうです。月に1、2度は夫婦揃って実家に顔を出していました。また夫婦仲良く初詣に行く姿が近所の住民にも目撃されています。しかし、3度目の結婚をした男性の T さんこそが、後に被害者となってしまうのです。そんな中、夫婦は自宅から車で5、6分の場所に整体院を営んでいました。この整体院でサツキは、整体やマッサージだけではなく、心理カウンセリングなども手掛けていたそうです。1日に5、6人の客を見ていたようで、そのほとんどが口コミでやってきた女性客だったといいます。そして整体院は看板一つないアパートの一室だったのですが、すこぶる評判が良く、1ヶ月の予約待ちも普通だったそうです。実際、80代の女性の客はサツキの手術にいつも涙を流して喜んで、次の予約を入れていました。とはいえ、サツキがこの女性にやってあげるのは、話を聞いて背中などをさすってあげるだけだったそうです。そのうちにパワーストーンで作ったブレスレットを売るなど、整体とは関係のないビジネスにも手を出し始めました。しかし、サツキは舞台女優を目指していたというだけあって、美人でスタイルが良く、ファッションセンスも抜群であり、話をするのも相手の話を聞くのもうまかったそうで、口コミだけで100人近い女性客を抱えるようになるのです。彼女の手術を受けたことのある人物によると、サツキは女性なら誰もが憧れ、納得するカリスマ性があったといいます。そんな中、ある一人の女性客が整体院へとやってきました。彼女は菊池明夫という名前であり、水戸市内の病院で准看護師として働いていたそうです。しかし、菊池明夫が後に共犯者となってしまいます。彼女は近所の住民にはきちんと挨拶もしていましたが、職場では内気な性格で、病院仲間と群れることはなく、一人でいることが多かったそうです。そして明代はサツキからアロマテラピーなど美容についての知識を教えてもらっていました。そんなある日、明代にピンチが訪れます。経緯や詳しい内容は全く不明なのですが、明代が暴力団員とトラブルになってしまったというのです。そしてその仲裁に入ったのがサツキでした。こうして明代と暴力団員の間に起きたトラブルは、サツキのおかげで一件落着となったのです。ただこれが原因でサツキに不運が襲いかかりました。なんとサツキは当時妊娠していたそうなのですが、お腹にいた赤ちゃんが残念な結果になってしまったというのです。この出来事が起きたことで、明代はサツキを尊敬するようになりました。そして明代は周囲に、サツキさんは素敵な人、素晴らしい人、生き方や考え方に尊敬する、私にとって人生の師匠だわと話すようになったのです。そうしてサツキのことを崇拝していた明代は、サツキが販売していたブレスレットを大事に持っており、塩を振るとパワーが戻るのなどと話していたといいます。こうして調子に乗っていたサツキは、美容系のサロンの経営にも乗り出していきました。サロンのチラシには次のようにヤバそうな言葉が並んでいます。奇跡の第一歩です。ゴッドハンド。さらに以前
有名な劇団の元トップスターの付き人をしていたつながりで、スターを招き、講演会なども開催していたといいます。その講演会では、8000円ほどもするブレスレットをはじめ、様々な健康商品をちゃっかり販売していました。こうして、整体院や美容サロンを営んでいたサツキですが、家庭内ではある問題が起きていたのです。そして、サツキは秋代に、次のように家庭内の問題を相談しました。夫に手を挙げられる。私が反抗的な態度を取ると、ボコボコにされるの。だから、これまで従順なふりをしていた。このように相談しており、夫の T さんは仕事もせずにパチンコなどで遊んでばかりいたそうです。この話を聞いた秋代は同情し、私が何とかせねばという衝動に駆られるようになります。秋代にとって、さつきは人生の師匠であり、崇拝していたのもあって、びっくり仰天な思考回路を持ってしまうのです。驚くべきことに、さつきの夫を手にかけようと思ってしまったというのです。そしてさつきから相談を受けた秋代は、それはひどい、やっちゃおうと言葉をかけました。こうしてさつきと秋代は事件の2週間前からメールでやり取りをしながら周到に計画を立て始めるのです。またメールの中で2人にしかわからない暗号を使っていたといいます。これはさつきが夫の T さんにメールをチェックされるからと話していたからだそうです。そして犯行の実行日や落ち合う方法などをやり取りしていきました。事件当日となる2011年6月14日、前日からさつきと T さんは近くのカラオケ店に行き、2時間ほど楽しんでいました。そして自宅に帰ってからさつきは T さんに睡眠導入剤を飲ませて眠らせています。さらに彼にヘリウムガスを吸わせて息ができないようにしようとしたのです。しかしこれは失敗に終わります。その後秋代がとんでもないものを持って登場しました。なんと彼女は刃物を手にして眠っている T さんの胸めがけて振り下ろしたというのです。驚いた T さんは必死に逃げ回って抵抗したのですが、秋代が犯行をやめることはありませんでした。こうして当時37歳の T さんは耐えらぬ人になってしまったのです。その後、さつきが自ら通報し、事件が発覚しています。警察に、さつきはイケシャーシャーと、前の晩に、夫と一緒に帰宅して、別々に寝た。朝起きたら、夫が倒れていた、などと、嘘をつきました。しかし、現場となったマンションは、オートロックで防犯カメラはなく、さらに詳しく事情を聞いていったのです。すると、さつきの証言に矛盾が生じていき、そのうちに自供したのです。こうして当時38歳のさつき、当時27歳の秋代の2人が豚箱行きとなりました。取り調べでさつきは、以前から夫が手を挙げることに悩んでいた、遊んでばかりいて不満を持っていた、などと供述しています。ところがどっこい、ここから本件は衝撃の展開が繰り広げられるのです。驚くべきことに、さつきが事件を起こした動機を撤回したというのです。実は被害者の T さんがさつきに手を挙げていた事実など存在しませんでした。つまりさつきは最初から嘘をついていたのです。本当の動機は、さつきが自分の事業を拡大していく上で夫の T さんのことが邪魔になったからというものでした。彼女は自分が経営する整体院をもっと繁盛させたかったが、夫が売上金の一部を遊興費に使うので邪魔になったと話しています。そして夫には申し訳ないと思う一方、いなくなってほっとしたなどとも供述しました。その一方で秋代は、さつきさんは悩みを解決してくれたことがあり、尊敬していたと話しています。ただそのうちに目が覚めたのか、今思えば騙されていた、利用されていたと供述したそうです。その後の裁判で検察側は、整体院を東京に進出させるという夢の実現を妨げる T さんが邪魔になった、冷酷凄惨な犯行で、さつきは事件の主犯であり責任は重大として懲役25年を求刑しています。弁護側は、動機を立証する客観的な証拠はない、供述調書は必要な誘導があったなどと訴えました。判決公判で裁判長は、整体師として仕事がうまくいっていない夫を疎ましく思った、
身勝手極まりなく、冷酷非道と述べ、検察側の求刑通り懲役25年の判決を言い渡したのです。その後、さつきが控訴したという情報はありません。ちなみに共犯者の秋代には、懲役9年が確定しています。二人の女が起こした本事件。さつきは、講演会の出席者に宛てた手紙に、次のように書いていました。皆、何かしら意味を持って生まれ、こうして、毎日を生きている。世の中、必要もない人間なんて、一人もいないんだから。被害者のご冥福をお祈りします。2019年、愛知県である事件が起きました。加害者だった女が別の事件で被害者になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる門田典子は愛知県稲沢市に住んでいました。彼女はおとなしい性格をしていましたが、ムキになると突っ走るところがあったそうです。そんな門田は成人後、名古屋のホストクラブで遊ぶようになります。しかし、名古屋のホスト界ではちょっとした有名人になっていきました。有名人といってもいい意味ではなく悪い意味です。何でもお気に入りのホストが他の女性に接客していると嫉妬していたそうなのです。ホストクラブはそういうお店ですから、ホストが目の前にいる客に接客していても仕方ありません。しかし彼女はその嫉妬心を抑えることができず、客と殴り合いの喧嘩に発展することもあったというのです。さらに飲み代を支払えずにお店やホストに借金をすることがしょっちゅうあったといいます。この時門田はイケシャーシャーと後日必ず支払うと嘘の約束をしていました。ただこれらの借金については支払われることはなく、ちゃっかりとんずらをこいていたのです。このような状況だったため、門田自身常にお金には困っていたそうです。そしてファストフード店に行っても彼女が頼むのは無料の水だけでした。こうして生活に困窮していた彼女が働いていたのは夜のお店だったそうです。そこである人物と知り合います。その人物は後に共犯者となる石川和代という女でした。彼女は13歳と12歳の子供を持つシングルマザーであり、名古屋市の中区に住んでいたそうです。そして子供を育てるためか夜のお店で働いており、門田と同僚だったのです。しかしこの石川という女も相当な悪人でした。というのも、石川は知的にハンディキャップを持っている同僚から金を巻き上げていたというのです。その方法がとんでもないものでした。ハンディキャップを持っている同僚は障害者年金をもらっています。その障害者年金に目をつけたのです。ターゲットを見つけた石川は自分との同居を持ちかけ、自宅に住まわせます。そして金銭管理を名乗り出るのです。同僚からすれば住む場所を与えてくれるばかりか、金銭管理もしてくれるということで石川に感謝していたのかもしれません。しかし石川は同僚が受け取っている障害者年金を猫ババしていました。そして猫ババ被害に遭っていた同僚に手を挙げて服従させていたといいます。この石川に目をつけられたのが門田でした。詳細は分かりませんが、門田には知的な遅れがあったそうです。そして石川は門田に日常的に手を挙げていたそうで、自分の支配下に置くようになったのです。そしてもう一人、石川に目をつけられた女性がいました。その人物こそが本件の被害者となる愛さんという女性です。彼女は知的障害を持っていたそうです。そして実家の両親とは反りが合わず家を出ていました。そこからは夜のお店で金を稼ぎながらも2ヶ月で10万円前後の障害者年金を得ていたといいます。愛さんはもともと彼氏と暮らしていたのですが、ある時別れることになりました。ちょうどその頃に石川の自宅で同居していた同僚が逃げ出したタイミングだったのです。こうして石川が次のカモを探していたところ、愛さんが彼氏と別れたことを知りました。つまり愛さんが彼氏と別れて同居を解消したタイミングと、石川が次なるカモを探していたタイミングがバッチリ合ってしまったのです。そこで石川は愛さんを自分の自宅に住まわせました。しかしもちろん石川が親切心で愛さんを
自分の自宅に住まわせたわけではありません。彼女はまず金のない愛さんに闇金を紹介しています。そして闇金の返済と称して夜の店で働かせました。さらにそこから直接儲けを受け取っていたのです。そんな中、石川と門田、そして愛さんの3人は一緒にホストクラブに遊びに行く仲間でもあったといいます。ただこの3人組はいわゆる新規嵐として知られていました。新規嵐とはホストクラブに存在する初回のお試し価格で飲めるサービスを狙って様々なお店に行くことを指します。ホストクラブ側としては客に安い価格で楽しんでもらい、そこで気に入ったホスト目当てでリピートしてもらう算段なのです。しかし石川たち3人はお試しの安い価格で遊び回り、ほとんどリピートすることはありませんでした。ただ石川たちは2回目以降訪れるお店もあったといいます。しかしそこで彼女たちが料金を支払うことはありませんでした。その際石川たちは、私たちは夜の仕事をしていると話して売りかけをしていたといいます。つまりつけで飲んでいたということになるのです。とはいえ複数のお店で数十万円ずつの未収といわれるつけがあったそうです。ちなみに門田については、名古屋だけでなく他の地域でもホストクラブにつけがたまって逃げてきているような状況でした。こうして名古屋のホスト界を震撼させていた3人なのですが、ある時から3人の関係に変化が現れます。というのも門田と愛さんが大喧嘩を繰り広げたらしく、そこから門田が愛さんに手を挙げるようになったというのです。喧嘩の内容は指名するホストが被ったというしょうもないものでした。とはいえ門田にとっては重大なことだったようで、激高してしまったのです。さらに愛さんの稼ぎが少ないと、石川も愛さんに手を挙げるようになっていきました。こうして石川のターゲットが愛さんに変更されてしまったのです。門田にとってはうまく石川の支配から抜けたということになります。ただ門田は自分がやられていたことを今度は愛さんにするようになったのです。二人は気に食わないことや稼ぎが少ないと愛さんに手を挙げ、ひどい扱いをしていました。また門田が愛さんに対し、もっと働けと言い放っていたそうです。そんな中、2019年2月1日頃に事件は起きてしまいます。この日愛さんが逃げたいという一言を漏らしたそうです。この言葉に石川は激高しました。そして壮絶な暴行を加えたのです。以前からひどい扱いを受けていた愛さんは衰弱していき、動かなくなってしまいます。そして翌日の2月2日頃に愛さんは外傷性脳障害で亡くなってしまいました。これに気づいた石川は焦り出します。彼女は門田と協力し、冷たくなった愛さんを車で運びました。二人は豊田市の山林まで彼女のことを運び、崖に捨てたのです。こうして処理を終えた二人は反省することはありませんでした。なんと事件から約2週間が経った2月15日に愛さんの口座から現金13万円を引き出して盗んだのです。それから9日が経った2月24日、警察署に一本の通報が寄せられました。それは知り合いが人を手にかけたみたいだというとんでもない内容だったのです。この通報をしたのは石川と門田の知人男性だったようです。つまり2人は知人男性からチクられたということになります。もしかしたら2人は他人に犯行を打ち明けていたのかもしれません。こうして警察が2人のことを聴取したところ、愛さんを山に捨てたということを認めました。そして2人が供述した場所から変わり果てた愛さんが見つかったのです。門田は取り調べで後悔していると話したといいます。裁判で検察側は2人のことを強く非難し、傷害致死罪の適用を主張しました。そして石川に懲役12年を求刑し、門田に懲役8年を求刑したのです。しかし石川と門田の口からはとんでもない発言が飛び出します。石川は、やっていません、遺体を運んでしまったが罪になるとは思わなかったと言い、門田は暴行は認めるがそれが死につながるものではないと思ったと言い放ったのです。二人は愛さんを捨てたことや現金を引き出した行為については認めたものの、いずれも罪になる認識はなかったと主張しています。
さらに石川は無罪を主張し、門田は傷害致死罪ではなく傷害罪にとどまると訴えました。そして判決公判では予想外の判決が言い渡されるのです。裁判長は傷害致死罪については無罪とし、死体遺棄罪と窃盗罪のみを認定しました。その上で石川に懲役2年8ヶ月保護観察付きの執行猶予4年、門田に懲役2年保護観察付きの執行猶予4年を言い渡したのです。このような結果になってしまったのは、愛さんが亡くなったと見られる日に外傷性の傷害を負わせる暴行があったことを検察側が立証できなかったためだと言います。こうして石川と門田は執行猶予がついたため外の世界に解き放たれてしまったのです。ところがどっこい、本件が起こった3年後、とんでもない運命が門田を待っていました。驚くべきことに、愛知県東浦町の畑に彼女は埋められた状態で発見されたのです。どうやら門田は知人の女性と金銭トラブルになったらしく、暴力を振るわれていたそうです。そしてまだ動機などは明らかにされていませんが、その知人女性と交際男性によって手にかけられ埋められたと見られています。逮捕されたのは当時54歳の山下克美、そして当時37歳の天池ゆかりという人物でした。二人は別の女性に対して監禁などをした疑いで逮捕されたのですが、その取り調べの中で門田を畑に埋めたと自白したそうです。この裁判はまだ行われていないため、今後詳しい内容が明らかになると思われます。恐ろしい女が起こした本事件、加害者が別の事件で被害者になるという稀なケースです。愛さんのご冥福をお祈りします。2000年、奈良県である事件が起きました。一人の母親が実の娘を看病していく過程で恐ろしい真実が明らかになるのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる坂中幸子は1957年奈良県で出生します。彼女は4人姉妹の次女だったそうです。そうして一家は6人家族だったわけですが、幸子の父親は最低な人物でした。何でもアルコールに溺れていたばかりか、母親に手を挙げていたそうなのです。このような家庭環境で成長していく幸子なのですが、父親は実の娘に対して最悪の行動に出ていました。とんでもないことに自らの欲望のまま襲いかかっていたというのです。この経験が彼女の心の中にトラウマを植え付ける一つの要因となりました。その後、中学に進学した幸子はある夢を持つようになります。それは看護師になりたいというものでした。この夢を実現するため、看護系の専門学校に進学しています。そこで勉強を頑張り、見事看護師になることができたのです。看護師になってからの幸子は、真面目に業務に励んでおり、気さくな性格で、同僚からの信頼も厚い人物だったといいます。そうして病院で働くようになった幸子は、一人の男性と出会いました。彼は、幸子よりも年上であり、看護師をしていたそうです。二人はやがて恋に落ち、結婚することになったのです。この時幸子は24歳であり、間もなく長男を授かりました。その後も長女、次女と合計で3人の子宝に恵まれたのです。このように幸せな家庭を築くことができた幸子なのですが、結婚生活はやがて終わりを迎えました。二人が結婚してから12年ほどが経った1993年、夫と幸子の父親の折り合いが悪かったのもあって、離婚することになったのです。そして、3人の子供たちは幸子が引き取ることになりました。ただ、シングルマザーとして一人で面倒を見るのではなく、幸子の両親が同居しながら子供たちを育てていくことになったようです。そして一家は奈良市内の家賃9万円ほどの団地に移り住みました。ここは周囲を森に囲まれた閑静な団地であり、3人の子供たちがのびのびと暮らせる環境だったのです。また子供たちを育てていくために、幸子は看護師として働きに出ていました。そのため家事はほとんど幸子の母親に任せていたそうです。ただ周囲から見ると、幸子は子供のことをとても可愛がる明るい母親だったといいます。
そのように真面目に働きながら子供たちを可愛がるユキコなのですが、その裏であるものに手を出すようになりました。それはテレフォンクラブだったそうです。テレフォンクラブは電話を通じて男女が出会うことができるものなのですが、ユキコは複数の男性と交際を開始しています。この頃から彼女の身なりにも変化が見られたそうです。というのも、それまでは質素な格好だったのにもかかわらず、明るい洋服を身にまとい、化粧も派手になっていったといいます。そんな生活を送っていたある日から立て続けに不幸が訪れるのです。最初に不幸が起きたのは1997年のことでした。この年の3月に気管支喘息だった当時9歳の次女が急性肺水腫で亡くなってしまったのです。こうして愛する娘のことを突然失ったユキコは相当ショックを受け、葬式では棺桶にすがりついて号泣したといいます。ちなみに次女には20万円の保険金がかけられていたそうで、ユキコが受け取りました。その後なんとか立ち直ろうとしていたユキコなのですが、またも悲劇が起きてしまうのです。なんと次女が亡くなってから8ヶ月後に当時15歳の長男が肺水腫と脳浮腫で突然この世を去ってしまいました。長男はスポーツが好きな少年であり元気だったため、この事実を知った周囲の人たちはとても驚いたといいます。ただユキコは長男が亡くなった時に取り乱すことはありませんでした。そして長男の葬式では彼の顔写真がプリントされたテレフォンカードを配っています。さらに長男にも保険金がかけられていたのですが、その金額は驚くべきものでした。なんと2000万円もの保険金がかけられていたというのです。もちろんその受け取り人は母親のユキコでした。つまり次女と長男の保険金合わせて2020万円をユキコは全額受け取っています。こうして2人の子供を失ったユキコは精神的に不安定になってしまいました。長男の葬式では気丈に振る舞っていたものの、やはり相当なショックを受けていたのでしょう。そのため彼女は自ら命を絶とうと試みてしまうほど病んでしまったのです。しかしその一方で2人が亡くなったことにただただ恐怖を覚える人物がいたのです。その人物というのが長女でした。長女にとっては自分の兄そして妹を同じ年に亡くしたということになります。そして彼女は同級生の母親に次のようにつぶやいていました。お兄ちゃんも妹も同じ病気で亡くなった。今度は私が死ぬのかな。こうして怯えていた長女をよそに、ユキコは精神を病んだ影響から入院することになります。彼女は1998年の6月から勤務先の病院を休職し、山梨県甲府市内の病院に入院したのです。この時ユキコは大阪府内の男性と交際していたのですが、新しく山梨県在住の男性と知り合い、その男性とも交際関係になりました。やがて彼女は山梨県の男性と再婚を考えるようになったのです。そして1年3ヶ月の入院を終えて、翌年の1999年9月に退院しています。しかし退院後にユキコは怪しい行動に出たのです。何でも長女にかけていた生命保険を増額したそうなのです。もともと長女にかけていたのは1000万円だったのですが、なんと3倍の3000万円に増額しています。そしてユキコは知人に対し次のように話していました。結婚を考えている人がいる。子供が大変。何もかも忘れて出直したくなる。このように話していたそうで、長女を自宅に残して交際している男性とたびたび旅行に出かけています。さらにユキコは数百万円単位で男に貢ぐようになったのです。そのお金をどこから出していたのかというと、次女と長男が亡くなった時に支払われていた保険金でした。ユキコは湯水のように残された保険金を使っていき、1000万円ほど浪費しています。そしてユキコが退院した翌月である1999年10月より、今度は父親の体調が悪化してしまいました。ユキコの父親は腎不全の持病を持っていたのですが、月に3回ほど診療所へ通ってステロイド剤の投与などの治療を受けていたといいます。しかし翌年の2000年、当時65歳の父親も不審な死を遂げてしまったのです。こうして長男、次女、父親とユキコの周りで家族たちが次々とあの世に旅立ってしまいました。
そんな中、続いて長所が異変を訴えるようになるのです。彼女は2000年2月に入ると動悸や不整脈が多発し、診療所で検査しましたが、原因は分かりませんでした。そして3月のある日、長女は自宅でシュークリームを食べてお茶を飲んでいます。これらの飲食物を用意したのは母親のゆき子でした。しかし長女が口にしたものは変な味がしたそうです。そのため長女は飲食をやめようとしたのですが、ゆき子は強く勧めてきたといいます。その直後である3月8日、長女は体調が悪化し入院することになりました。その時、ゆき子の別れた夫、つまり長女の父親が見舞いに来ています。すると長女は次のように訴えたそうです。お母さんの出したお茶や食べ物は変な味がするの。このように話したため、父親は医者に相談しています。ただ、そこで何かしらの対処が取られることはなく、長女は退院しました。しかし、5月に入り、再び不審な出来事が起きるのです。今度は、ゆき子が自宅で作った弁当を長女が食べたそうで、またも味がおかしいと感じたというのです。そして、長女は体調不良を訴えたため、2回目の入院をすることになりました。そこでゆき子は、入院中の長女にスポーツドリンクを手渡しています。その後、退院した長女ですが、6月になってから、ゆき子の作ったラーメンを食べたところ、酸っぱい味がしたそうです。そのため、長女は食べるのを拒みました。しかし、ゆき子は、退院をしたばかりだから、栄養をつけないといけない、スープだけでも飲みなさい、などと食べることを強要してきたそうなのです。そうして、母親であるゆき子が出すものを飲食し続けた長女は、またも入院してしまったのです。このように短期間に3回の入退院を繰り返した長女なのですが、彼女の体内からとんでもないものが検出されました。なんと、硫酸サルブタモールという気管支拡張剤のほか、5つの成分が検出されたというのです。この硫酸サルブタモールは、動悸や不整脈などの副作用があるといいます。そして2000年7月16日、当時43歳のゆき子が逮捕されました。取り調べでゆき子は、長女を手にかけて、自分もあの世に行こうと思った、などと供述しています。驚くべきことに、ゆき子は、長女の食べ物や飲み物に薬品を入れて手にかけようと企んでいたのです。実は、彼女は薬物に関する知識をネット上で収集しており、硫酸サルブタモールの性質や効能が書かれた医学系のページをコピーして所持していました。さらに、ゆき子は勤務先の病院で硫酸サルブタモールを入手することが可能な状態だったことも発覚したのです。また、長女が入院中にゆき子が手渡していたスポーツドリンクの中からは、局所麻酔薬であるリドカインも検出されました。こうして、とんでもない事件を起こしたゆき子なのですが、長男や父親についての不審死にも関わっていたのではないかという疑いもかけられたのです。実は長男の臓器からも硫酸サルブタモールが検出されています。ただこれは治療にも使用されていたため証拠が不十分でした。また父親が持病を治療するために投与されていたステロイド剤は硫酸サルブタモールと併用すると重大な副作用が生じます。そのため父親についてもゆき子が手にかけたのではないかと疑われましたが、これも証拠不十分となってしまいました。さらに、ゆき子が逮捕されてから5ヶ月後の2000年12月、驚くべき展開が巻き起こります。なんと、母親も亡くなってしまったのです。ゆき子の母親の尿からも、硫酸サルブタモールが検出されていますが、十分な証拠がないとして、処分保留となりました。また、長女を手にかけようと思った動機については、一人で家族を養い、生活が苦しかった、と供述しています。しかし、ゆき子の収入は月約20万円であり、長男たちの生命保険金の一部とみられる数百万円の貯金がありました。さらに、賃貸住宅の家賃と光熱費などは両親が支払っていたため、生活苦で犯行に及ぼうとしたのは不自然だと警察は判断しています。取り調べの中でゆき子は大阪府に住む複数の男性と交際していたと供述しており、それらの関係を続けるため、長女の生命保険金を狙ったと見ているようです。その後の精神鑑定では、ゆき子は代理ミュンヒ・ハウゼン症候群の疑いがあるものの、責任能力は認められると判断されました。
大リミュンヒ・ハウゼン症候群とは、我が子のことを傷つけたり、病気になるように仕組んだりした上で、けなげに看病する親を演じて、周囲の同情や注目を集めようとする精神疾患です。裁判では、父親、母親、長男、次女の家族4人が、不審死していますが、証拠が不十分であるため、長女の殺害未遂の件でのみ、起訴されることになりました。しかし、家庭環境による、情状酌量の余地があり、長女自身も母親の処罰を望んでいないことから、判決は軽いものとなったのです。ユキコに言い渡されたのは、求刑懲役6年に対し、懲役3年となりました。判決公判で裁判長は、長女さえいなくなれば、交際中の男性と一緒になることができると思ったと、動機を指摘し、完全責任能力を認定しています。そして、量刑については、長女が処罰を望んでおらず、幸い本件は未遂に終わっており、後遺症もないことを組むべき事情として挙げました。その後、2004年に出所したユキコは、しばらく長女と暮らしていたそうです。やがて、一人暮らしをするようになり、男と同棲しています。しかし、その男から違法な薬物を勧められて、17回も使用してしまったのです。そして2007年10月25日、ふらふらしながら路上を歩いているところを逮捕されました。法廷でユキコは普通のおばさんになりたいと述べたそうです。一人の女が起こした本事件。その後ユキコが普通のおばさんになったのか、どのような暮らしをしているのか、報道はありません。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2021年、千葉県である事件が起きました。火の手が上がる一軒家から一人の女が飛び出してきたことで事件が発覚したのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる大橋敏子は千葉県旭市に住んでいました。彼女は優しい性格をしており、物静かなタイプだったそうです。そして成人後の敏子はスナックを営んでいたといいます。そのスナックに客としてやってきた男性と恋に落ちました。二人は付き合いを続けていき、やがて結婚したのです。夫となった男性は自営業で大工をしていたようで、敏子は専業主婦になりました。これは事件が起きる34年ほど前の出来事であり、仲のいい夫婦として知られていたといいます。そのうちに二人の間には長男、長女が生まれ、子宝にも恵まれたのです。しかし、長男は生まれつき脳性麻痺による障害を持っていました。そのため生活のすべてに介助が必要だったのです。敏子はそんな長男の介護をほぼ一人で担う形となり、愛情を持って育てています。夫は大工として働いていましたが、買い物やゴミ出しなどを行っており、長男の通院の送迎も行っていました。そのように夫婦で協力しながら生活していたのです。また夫婦ともにお酒が好きだったらしく、毎日一緒に晩酌することを楽しみにしていました。そんな中、敏子の実母に関しても介護が必要な時期があり、自宅で一緒に面倒を見ていたそうです。敏子は前向きで愛想も良く、長男と実母の介護を献身的に行っており、家族のために頑張っていました。しかし敏子と夫の間にはある問題が起きていたのです。何でも夫が昔から浮気を繰り返していたらしく、敏子は怒りを覚えていたそうなのです。これは敏子の証言によるものであり、実際に夫が浮気を繰り返していたのかどうか明確には分かりませんが、敏子の中で夫に対する疑念を拭いきれずにいました。そのようなストレスが影響したのか、事件から7年ほど前に敏子自身にある悲劇が起きてしまいます。というのも、脳梗塞で倒れてしまったというのです。これにより、敏子も右半身が不自由になってしまいました。しかし、必死にリハビリを行っており、徐々に回復していったのです。そうして、なんとか長男の介護ができるまで体が動くようになりました。それ以降、体の不自由さは残るものの、愛する長男の介護を一人で続けています。しかし事件から8ヶ月前の2021年3月、またも大橋家に悲劇が起きてしまいました。なんと今度は大工していた夫が脳梗塞で倒れて入院してしまったというのです。
幸い一命は取り留めたものの、左半身に麻痺が残ってしまいます。そうして夫も寝たきりになってしまい、生活のすべてに介護が必要になりました。退院後は D サービスなどを利用しながら、敏子が夫と息子の2人の介護を余儀なくされたのです。またそれまで一家の大黒柱として働き続けた夫が倒れたことで、勤労収入が断たれてしまいます。とはいえ、国民年金と息子の障害年金などを受け取っていました。その金額は月に22万円ほどあったそうで、収入がゼロになったわけではありません。ただ敏子は節約するということを一切考えませんでした。彼女は生活水準を落としたくないという考えから、収入を大きく上回る支出を続けてしまうのです。貯金を崩しながらも、夫の希望をするまま30万円を超えるエアコンやテレビなどを次々に購入しています。また移動手段がないため、病院の行き来などは全てタクシーを利用していました。そして敏子は介護から離れて一人になる買い物の時間を楽しみにしていたのです。タクシー代や買い物代など1日合わせて1万円は使っていたといいます。さらに月に5万円の宅配サービスなども利用しており、食費が月に15万円ほどになることもありました。それに加え、夫が病に倒れてからも、敏子は次のような考えを持っていたのです。夫が女性と連絡を取っているのではないか、そう彼女はこの頃になっても夫の浮気を疑っていたのです。実際にはこの時夫に浮気相手はいませんでしたが、敏子は夫の浮気相手を探してタクシー代に1万円以上かけたこともありました。そしてベッドで横になる夫を問い詰め続けたそうです。さらにそんな夫に対して手を挙げることもありました。このような生活を続けた結果、蓄えはみるみるうちに減っていったのです。気づいた時には貯金額が30万円ほどにまで減っており、生命保険などできるものは全て解約しました。敏子がこうまでして浪費を続けたのは、介護に関してストレスを感じていたからなのかもしれません。ただ解決策が全くなかったわけではありませんでした。実際福祉関係者や親族らが息子の福祉施設への入所や夫のケアプランを提案していたそうです。しかし敏子は見栄を張りたいという思いから、ヘルパーの手や行政の支援を借りることをはばかり頼ろうとしなかったのです。ただ敏子は唯一長女にだけ現状を相談していたようです。その時も明るく振る舞っていました。しかし長女は徐々に敏子の異変に気づいていたのです。長女から見ると母親の敏子は疲れており、頭にはフケが溜まっているように見えました。そしてついにお金がなくなったらあの世に行くと何度も口にするようになったのです。そんな言葉を口にする一方で、浪費をやめず行政に助けを求めようとしませんでした。そのうち敏子はお金がないことの絶望感と将来への不安を覚え、恐ろしいことを考えるようになるのです。もう夫と一緒にあの世に行くしかない。こうして彼女の頭の中には心中という言葉が浮かぶようになります。それからの敏子は毎日のように夫に対して、お金がなくてもうやっていけない、もうあの世に行くしかないと懇願するようになったのです。この言葉を言われた夫は生きる希望を失っていませんでした。夫は敏子にお金を親戚から借りれないのかと申し出てきたそうです。しかし敏子は見栄っ張りな性格だったため、お金は借りれないと拒否し続けたといいます。さらに敏子は具体的にあの世に行く方法として火をつけるという話もしていました。この提案に関しても夫は拒否しており、寝たきりの長男が死んでしまうぞと反対していたそうです。そんな中、ついに限界を迎えた敏子が事件を起こします。2021年11月17日、この日自宅には当時65歳の敏子と当時67歳の夫、当時32歳の長男の3人がいました。敏子は朝の5時ごろ息子の世話を終えて、夫が眠る部屋に入ってきます。しかしこの時の彼女は両手にあるものを持っていました。それはストーブ用の灯油と火のついたろうそくです。この物騒な2つのものを持ってきた敏子は、介護用のテーブルにろうそくを立てました。そして敏子は次のように口にしたのです。やっぱりやっていけないからあの世に行くしかないよ。
この火が消えたら死んじゃおうか。しかし夫は同意することはなく、金借りてこいと言ってきたそうです。この言葉に敏子は涙を流しながらも、いけないと言い返し、とんでもない行動に移ります。なんと夫が横になるベッドの周りに灯油を撒き始めたというのです。そして敏子は夫に対し次のように言い放ちます。パパはもう浮気症という病気だからしょうがないね。私もこんな体だから責められない。この言葉を聞いた夫は全てを察したのか、不自由な体をなんとかずらしながら逃げようとしました。しかし夫がその場から逃げることはできず、敏子は残虐な行動に出たのです。驚くべきことに、火がついているろうそくを灯油を撒いたベッドに放り投げたというのです。当然ですが、たちまち火の手が上がってしまいます。そして夫は熱い熱いと絶叫しました。驚いた敏子は苦しむ夫に対して最後の言葉を吐き捨てます。ごめんね、でもあんたが全て悪いのよ。このように叫びながらドアを閉めて逃げたのです。その時2階にいた息子の泣いている声が聞こえてきました。この声を聞いた敏子は息子のことを助けに行こうとしたそうです。しかし煙で目の前が真っ暗になり、外に逃げ出しました。彼女は泣き叫びながら、人がいると助けを求めています。その際敏子は事情を聞いた住民に次のように話したそうです。お父さんが灯油をかぶって家に火をつけた。息子が中にいる。私は何とか逃げてきた。この話を聞いた住民は、旦那さんは寝たきりの状態なので何かがおかしいと思ったそうです。実際敏子が話した内容は嘘でした。また別の住民によると、敏子は落ち着いた様子で綺麗に化粧をしていたといいます。その後消防隊などが駆けつけましたが、夫と息子は帰らぬ人になってしまったのです。翌日になり、現場に灯油が撒かれた形跡などがあったことから、敏子を問い詰めると自供したため逮捕となりました。彼女は一人で介護して疲れたと話したそうです。その後3ヶ月の鑑定留置の結果、責任能力を問えると判断されたため起訴されています。初公判で敏子は、息子に関しては手にかけるつもりはなかったと一部起訴内容を否認しました。そして被告人質問の際、介護は辛くなかったのかと問われると、辛いと思ったことは一度もありません、楽しくはないけど頑張ってやらなくちゃという気持ちがありましたと、介護の辛さが原因ではないとはっきり述べたのです。また弁護側から、今夫と息子さんに対してどう思っているのかと問われると、次のように答えています。息子に対しては、死んでもいいとは思っていません、ごめんねと謝りたい気持ちと述べ、夫については、悪いことをしたなとは思っていると述べました。そして検察側から、夫は行きたいと思っていたのではと追及されると、私としてはしょうがない、私も死ねばよかったわよ、生きているのは罪だわよねと取り乱す場面もあったといいます。さらに夫に対して、女は作るわ、体は不自由だわ、金はなくなるわと恨みを語り、犯行を防ぐ方法はなかったかと問われると、何もないですときっぱり言い放ちました。判決後半で裁判長は、夫はリハビリに取り組むなどしていて、心中しようという被告の提案を拒否していた、火をつければ寝たきりの長男に危険が及ぶことは十分に認識できたはずで、手にかける意思がなかったとは言えない、被告自ら右半身の自由が利かない中、二人の介護を担うなど組むべき事情があるものの、身勝手で短絡的な犯行で責任は重いとして、検察の求刑通りである懲役20年を言い渡したのです。そして最後に裁判長は、尊い命を妻そして母親から奪われた夫と息子さんの無念さには察するに余りあります、服役生活の中で自分が犯した罪の重さに向き合い、二人の冥福を祈りながら罪を償うことを求めますと声をかけました。すると敏子は溢れる涙を拭いながら小さくうなずいたそうです。夫と長男の介護を担っていた女が起こした本事件。裁判で敏子は事件の2日後に見たという夢の話をしていました。その夢の中には、夫が現れて次のように言葉をかけてきたといいます。ママ、もう3人子供が欲しかった。それまで敏子は夫の夢など見たことがなかったため、おかしいなと思ったそうです。
被害者のご冥福をお祈りします。1990年、福岡県である事件が起きました。一人の男と、その男に惚れた女が共謀し、引き起こされてしまうのです。さらに、女は、その後9年間も逃亡生活を送っています。詳細を見ていきましょう。1990年12月28日、事件は、福岡県田川郡赤池町で起きました。この町の総合運動公園にある駐車場で全焼した車が見つかったのです。そして車の中からは変わり果てた姿の男女が発見されました。捜査の結果、二人の身元が判明します。男性は当時27歳の無職 S さんで、女性は当時20歳の宝石店に勤める恵子さんでした。二人の体には刃物で傷つけられたような痕跡があったといいます。さらに恵子さんには抵抗した後も確認されたのです。ただ車のダッシュボードの中からは遺書と思われる手紙が見つかります。そこには次のような文言が書き記されていました。女を誘うたらバカにされたのでやってしまいました。許してください。この文言から警察は男女間のトラブルによる無理心中事件だと推測したのです。しかし捜査を進める中で不可解な事実が判明します。まず二人の間には接点がありませんでした。さらに宝石店に勤める恵子さんには1億円の保険金がかけられていたのです。そしてその保険金の受け取り人は宝石店の社長の女だと分かりました。ただ社長の女は行方をくらましていたのです。さらには女の交際相手の男もどこかへ消えており、連絡もつかない状況でした。保険金の請求自体は行われていなかったものの、社長の女とその交際相手の男が保険金目当てで事件を起こしたものだと断定され、指名手配されます。指名手配された女は、当時二十歳の増田千恵と、当時42歳の小田義勝という人物です。ただ、捜査に進展はなく、3年ほどの月日が流れてしまいます。そして1993年11月5日、ついに男の方が捕まりました。小田は埼玉県浦和市で強盗事件を引き起こし、現行犯で逮捕されたのです。しかし、その後も女だけは逃亡を続けて、逮捕されるまで9年の月日が流れることになります。ここからは2人が事件を起こすまでの経緯を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる増田千恵は高校時代から目立たない存在だったそうです。彼女は同級生の間でも影のような立ち位置だったといいます。その一方で小田義勝は定職に就くことはなく、数々の犯罪に手を染め金を得ていました。そのため幾度となく刑務所に入っていたそうです。ただ女性に対してはとても紳士であり、男らしく接しており、顔も良かったといいます。さらに優しくて思いやりもあったそうで、大変モテていました。そんな小田は刑務所で知り合った人間と共謀し、また新たに犯罪をしようと企てていたのです。その内容は次の通りです。まず小田が古美術店を経営し、そこに雇い入れた女性の従業員3名に対し保険金1億円をかけます。そして研修旅行に行き、女性従業員に酒か睡眠薬を飲ませた上で眠らせるのです。さらに女性従業員たちが宿泊している旅館に放火して命を奪い、保険金を騙し取ろうという計画でした。この計画を実行するため小田は動いていたのですが、ここであるトラブルが起きます。というのも一緒に計画していた犯罪仲間の人物が怖くなり逃げてしまったというのです。そのためこの計画は見送られることになりました。そんな中、小田は事件前年である1989年11月下旬頃に古美術店の従業員の応募をしています。ここに応募して採用されたのが、後に共謀者となる増田千恵と被害者となる恵子さんでした。つまり、この時点では増田と被害者は同僚ということになります。そして小田のお店に増田が採用されてから2ヶ月ほどが経った頃に、2人の関係に進展があったのです。というのも小田と増田はそういう関係を結んでしまったそうなのです。小田にとっても増田にとっても本気だったようで、事務所があった小田の母親宅で同居するようになります。
こうして同棲生活が始まりました。しかし小田は常人の思考回路からは到底想像できない行動に出たのです。なんと火災保険金を取得する目的で住んでいた母親宅に放火をしたというのです。これにより母親宅は消失してしまったのですが、まんまと数百万円の保険金を手に入れました。それからは増田が所有する軽自動車やホテルなどに寝泊まりしながらも2人は共同生活を続けています。そんな暮らしを続けていたある日、小田と増田は競艇のレースを予想しながら金が欲しいなどというゴールの見えない話をしていました。すると小田が次のような言葉をかけてきたのです。会社を作って従業員を雇って、その従業員に生命保険をかけて、その従業員が事故かなんかで亡くなったら大金になる。このように話してきました。つまり小田は以前に犯罪仲間と企んでいた計画を頭の中でずっと考えていたのです。この話について増田は競艇のレースを予想しながらの延長で話した内容だったため、たちの悪い冗談だと思い、あまり現実味がなかったと言います。しかし小田の中でこの計画は現実に起こそうと思っていました。そして日に日にその計画は進められていきます。小田は古美術店とは別に宝石店を作り、社長に増田を置いたのです。とはいえこの会社は商取引が皆無と言ってもいいペーパーカンパニーでした。その後手にかけるためだけに従業員の応募を募っています。しかしなかなか応募してくる人間はいませんでした。そこで小田は以前増田と一緒に古美術店で採用されていた恵子さんに災害死亡時1億円の保険金をかけたのです。その受取人を宝石店の社長として名前を置いていた増田に設定しています。そして恵子さんがテレフォンクラブで出会った男と無理心中したかのように偽装しようということで話がまとまりました。テレフォンクラブとは、男性がお金を払って電話付きの個室に入り、女性からの電話を待つクラブのことを指します。女性側は公衆電話などから電話をかけて男性との会話を楽しんだり、交渉次第では店の外でデートを楽しむことも可能でした。そして事件当日を迎えます。1990年12月25日、小田と増田は従業員である恵子さんを電話で誘い出し、ドライブを装って出かけています。そして人がいない山の中まで移動したところで恵子さんを降ろしました。するといきなり小田が恵子さんの頭めがけてバットを振り下ろしたのです。しかし恵子さんはそれだけで気絶することはなく、なんでこんなことするのなどと言いながら小田にすがりついてきました。この状況に慌てた小田は恵子さんのことを車で引いてもいいと考えながらもバットを振り下ろし続けたのです。そうして何度も殴打された恵子さんはその場に倒れたのですが、まだ彼女は絶命していませんでした。そこで小田は増田に対し刃物を購入してくるよう指示しています。この指示を受けた増田は言われた通り刃物を購入して戻ってきました。そうして新品の刃物を受け取った小田はぐったりと倒れ込む恵子さんにとどめを刺したのです。これにより何の罪もない二十歳の恵子さんは帰らぬ人になってしまったのです。その一方で増田は適当な男性を見つけるためテレフォンクラブを利用しています。そこで偶然にも増田からの電話を受け取ってしまった S さんと知り合いました。そして S さんと落ち合った増田は小田と合流しています。ここから小田は S さんに刃物を突き立てて脅しながら、わしの言う通りに書けと言って遺書を書かせたのです。女を誘うたらバカにされたのでやってしまいました、許してください。これを書き終えると小田は S さんに刃物を用いて彼の命も奪ってしまったのです。その後冷たくなった恵子さんと S さんを総合運動公園にある駐車場まで運び、ガソリンをかけて放火しました。この犯行は12月25日から26日にかけて行われており、2人が発見されたのは28日のことです。つまり2日間はそのままの状態で放置されていたということになります。そして事件発覚後、増田は何食わぬ顔で恵子さんの自宅を訪れて聴聞したのです。その際に増田はイケシャーシャーと、犯人は見つかりましたかなどと言ってみせました。一方で小田は事件直後、自身の姉に対し2人を手にかけてしまったなどと告白したとされています。
そして翌年の1991年1月31日、地元新聞が保険金殺人として捜査開始という記事を出しました。この記事を見た小田と増田は、自分たちに捜査の目が向けられていると知り、逃亡を始めます。二人は福岡県から東京へ逃げていきました。そして小田は強盗をしながら、増田は夜の店で働きながら生活費を稼いでいたのです。それから3年ほどの月日が流れたある日、小田と増田は埼玉県へ移動して生活を送っていました。その時、二人は別々に行動をしており、南浦和駅の構内で待ち合わせをしていたそうです。小田は増田に対し、もしも俺が来なかったら一人で逃走しろ、と告げていました。そしてある日、増田がいくら待っても小田が現れなかったのです。次の日もその次の日も増田は待ち続けましたが、小田が現れることはありませんでした。それもそのはず、小田は強盗事件で逮捕されていたのです。これを知った増田は一人で逃亡を続けることを決意します。小田は翌年になると本件の保険金事件でも逮捕されたのですが、黙秘を続けました。そのため福岡地検は保険金事件については小田を証拠不十分で処分保留にしたのです。その後身柄を埼玉県の浦和に戻された小田は強盗致傷事件で懲役3年8ヶ月の判決となり確定しました。これにより強盗致傷事件での服役が始まったのです。しかし小田は収監中の刑務所で別の受刑者に対し2人を手にかけた、今度は無期懲役か極刑になるなどと打ち明けていたのです。さらに父親に対し犯行を認め逃走資金を無心する手紙を送りつけていました。そして警察は小田の親類から心中に見せかけて2人をやったと打ち明けられたとする証言をつかんだのです。1996年2月20日福岡県警はこれらの証言を新証拠として小田を再逮捕し起訴しました。その後の初公判で小田は何も言いたくありませんと述べ黙秘する姿勢を示したのです。しかし第25回公判における弁護人の被告人質問で起訴状の事実を認めますかと問われた小田はこれまでの黙秘から一転して起訴状の文面は記憶にないが手にかけたことは認めると述べました。さらに動機が保険金目当てであり心中を偽装したことについても認めたのです。ただ共犯として指名手配されている増田との共謀関係については私以外の人間に関してのことは一切言いたくないと供述を拒んだものの、彼女は生きていると述べました。小田が一体なぜ今になり犯行を認めたかについては結論を出そうと思ったなどと話したといいます。最終的に裁判長は検察側の求刑通り小田に極刑を言い渡したのです。一審判決後、小田はこの場で上訴権を放棄できますかと質問しています。その際に裁判長は弁護人と相談しなさいと言い残し退廷しました。小田自身は弁護人にも控訴しない意思を伝えますが、弁護人が量刑不当として控訴しています。しかし小田は早く決着をつけたいと控訴を取り下げました。これにより長きにわたって行われた裁判は終結し、2000年3月30日小田の極刑が確定したのです。そしてこの報道をまじまじと見る女の姿がありました。その女というのが29歳になっていた増田だったのです。増田は小田の極刑確定を知り自ら命を絶とうか迷ったといいます。しかし自分も出頭しようという気になり、福岡までの交通費などをどうにか稼ぎました。そして福岡県内に戻った際、一目家族の姿を見ようと実家の前まで戻ってきたそうです。ただ家族に会うことはできず、公衆電話から電話し、留守番電話に次の言葉を残しました。知恵です、長い間ご迷惑をかけてすみません、今から出頭します。そして事件から9年以上が経った2000年4月29日福岡県田川署に出頭し逮捕となりました。取り調べでは、小田が事件について曇りのない気持ちになったのだなと思い、出頭する気になった、などと述べています。増田は2002年6月27日、無期懲役が言い渡され、控訴せず確定しました。一人の男と、その男に惚れた女が起こした本事件。小田は2007年4月27日、福岡拘置所で刑が執行されています。59歳でした。被害者のご冥福をお祈りします。
事件には加害者と被害者がいます。二人の関係性は親族間が半数を占めるそうです。今回は妻が加害者になった事件について二つまとめていきます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる涌井キヌ子は埼玉県さいたま市のマンションに住んでいました。キヌ子は夫との二人暮らしだったそうです。マンションには事件を起こす 7、8 年前から住んでいたのですが、近隣住民はこの夫婦に対照的な印象を持っていました。というのも夫は横柄で豪快に笑う印象を持っていたのですが、キヌ子に関しては小さくて無表情な顔だなと思っていたそうなのです。またキヌ子は髪型を丸刈りにしており、不思議で独特な雰囲気だと思われていました。そんな中、彼女は糖尿病を患っていたらしく、治療のためにインスリンを処方されていたのです。そのため病院にも頻繁に出向いていたのですが、その際に迷惑行為をしています。なんと毎回のように救急車をタクシー代わりに呼びつけていたというのです。そして毎月の家賃に関しては夫婦で大家に支払いに来ていました。しかし事件前に支払いが滞ることがあったのです。そこで大家が催促をすると、キヌ子は次のように話したそうです。もうすぐ実家から100万円が入る。このように話したかと思うと、やっぱり入らないから退去すると言い出したり、夫が糖尿病で入院したので退院したら払うなど主張が2点3点したと言います。実際涌井夫婦は生活に困っていたそうで、生活保護を受給していました。それなのにもかかわらず、キヌ子が夫に黙って一人で買い物に出かけており、お金をむやみに使うこともあったそうです。その一方でキヌ子は不可解な行動をするようになります。何でも深夜遅くに近所を頻繁に出歩くようになったそうなのです。そして近くのコンビニに入り、数百円の買い物をしたかと思えば店内をうろついてまた買い物を続行するなどしていました。店員によると、キヌ子からは何日もお風呂に入っていないような香りが漂ってきたといいます。よく目撃されていたのはコンビニだけではなく、駅前の居酒屋にも姿を見せていたようです。そこでもトイレに何かを投げ込んで詰まらせるなど迷惑行為をしていました。この迷惑行為に店側はキヌ子のことを出禁にしています。そして事件前、夫婦の間でトラブルが発生しました。どうやらキヌ子は夫の金遣いが荒いと思ったそうで、生活費をめぐって口論を繰り返したみたいなのです。夫がどれほどのお金を浪費したのかは不明ですが、キヌ子の不満が爆発してしまいます。そして事件当日となる2017年6月3日、日頃から不満を溜めていた当時53歳のキヌ子は夫を手にかけようと決意しました。そして自分が所持していた杖を使って夫に攻撃を仕掛けていったのです。驚くべきことに、その攻撃は数十回も続けられてしまい、夫は複数の打撲を負ってしまいました。さらにキヌ子は恐ろしいものを取り出してきます。それは自分の治療のために持っていたインスリンでした。そしてあろうことか、弱った夫の太ももにインスリンを注射したのです。これにより当時70歳の夫は低血糖状態による呼吸不全に陥り、帰らぬ人になってしまいました。こうして夫を手にかけたキヌ子はそのまま冷たくなった彼を放置したのです。それから6日後、キヌ子は外に出て行きました。彼女が向かったのは JR 赤羽駅前の交番だったそうです。そこでキヌ子は笑いながら次のように話したのです。旦那を手にかけちゃった。この時60代の交番相談員がおり、キヌ子の話を聞いていました。しかしキヌ子の様子が相当おかしかったのか、相談員はキヌ子の証言を妄想だと判断したそうなのです。そして赤羽署に行った方がいいと伝えています。このように言われたキヌ子は相談員の言う通り警視庁赤羽署を訪れました。そして再び旦那を手にかけた旨を伝えたのです。しかし対応した警察官はまたもや驚きの決断をしてしまいます。なんと妄想ではないかと疑い、そのままキヌ子を帰宅させてしまったというのです。そのように判断したのは供述に一貫性がなかったからだと言います。ちなみにこの時に
対応した警察官は絹子に対し名前や住所などを聞いて控えることもせず、上司への報告もしていませんでした。こうして一旦赤羽署を後にした絹子でしたが、深夜1時になり再び交番を訪れました。そして自分の夫を手にかけてしまったかもしれないなどと話したのです。この時も交番から連絡を受けた赤羽署の担当者は帰宅させてくださいと指示を出したといいます。こうして夫を手にかけた犯人を3回も見逃してしまいました。その後絹子は体調が悪化したのか入院しています。そこで病院の関係者に主人が自宅で亡くなったと話したそうです。これを聞いた病院の関係者は驚き、すぐに通報しました。そうして第三者からの通報により、ようやく警官が絹子のマンションを訪れたのです。そこにはすでに数日が経って変わり果てた姿となった夫が転がっていました。その後逮捕された絹子は取り調べで次のように話しています。自分が叩いた、不安で怖くなって逃げた、葬儀をするお金がなかった。裁判で検察側は夫への不満が爆発し、明確に手にかける意思を持ってインスリンを投与したと主張しています。その一方で弁護側は、夫は被告の行為で亡くなったわけではないと一部否認したのです。しかし判決公判では、夫の金遣いをめぐり口論となった被告が手にかける意思を持ってインスリンを投与したと認定されました。そして裁判長は、悪質性が低いとは言えないが突発的な犯行であり、身近に頼れる人がいなかった境遇には同情できると述べ、求刑懲役12年に対し懲役9年を言い渡したのです。ちなみに3度も容疑者を取り逃がす失態を犯した警視庁は、職員に対する指導と教養を徹底していくとコメントしています。続いて紹介するのは2019年4月東京都で発生した事件です。後に本件を起こすこととなる秋山麻子は、三鷹市のアパートに夫と2人で暮らしていました。夫婦がこのアパートで暮らし始めたのは約20年前のことだったらしく、当初はとても仲のいい夫婦だったそうです。何でも夫が仕事に出かける際には、麻子が階段を降りてきて見送りをしていたといいます。麻子の夫は几帳面な性格でとても真面目だと職場で評判のいい男性でした。しかしそんな夫とは裏腹に、麻子は恐ろしい女に変貌していきます。それは事件より10年ほど前からであり、なんと夫に対して DV を繰り返すようになったというのです。そればかりか、彼女はパチンコが好きで、パートで稼いだお金を全てギャンブルに注ぎ込んでいました。それを知った夫が注意をすると逆ギレしてきたそうです。さらに事件の 3,4 年前から事態が悪化していきます。というのも、麻子が足を悪くしたらしく、自宅に引きこもるようになってしまったというのです。そのため一日中家の中でスマホのゲームをするようになります。それだけならまだしも、麻子のギャンブル脳はこの頃になっても変わっていませんでした。驚くべきことに、スマホのゲームの課金に1ヶ月8万円も使っていたそうなのです。そのことを夫が注意すると、またも麻子の拳が夫に向けられるという負のスパイラルに陥りました。そんなこんなで貯金はどんどん減っていき、ついには消費者金融で借金をするようになるのです。夫は職場で妻は切れると凶暴になると話しており、会社を休んでしまうことも増えていきました。そのため職場の同僚たちは離婚したらとアドバイスをしたそうです。そのアドバイス通り、事件前年に離婚が成立しています。ところがどっこい、一体どういうわけなのか、離婚してからも2人で暮らし続けたのです。こうして内縁関係になりながら同居を続けた結果、とんでもない事件が起きてしまいました。2019年4月14日この日、朝から夫が床で眠っていたそうです。その光景を見ていた当時55歳の麻子はイライラしだしました。そのためベッドで寝なさいと声をかけたのです。しかし夫は一向に起きる気配がありません。この状況に麻子の怒りは頂点に達してしまい、あるものを持ち出してきました。なんとそれはハンマーであり、夫めがけて振り下ろしたのです。しかしそれでも夫は起きなかったと言います。
これにさらに腹を立てた麻子は給湯器のお湯を洗面器に移しました。そしてあろうことか夫の体にぶっかけてしまったのです。夫はそれからも動くことはありませんでした。そして数時間後、麻子はことの重大さに気づいたのか、元夫がひっくり返って起きないと119番に通報しています。すぐに警官が駆けつけましたが、夫が帰らぬ人になっていることを確認したのです。その後、麻子が車椅子で運ばれる様子がテレビで放映されました。この映像を見た近所の人はとても驚いており、次のように語っています。車椅子はパフォーマンスだと思いました。歩けますよ。先週くらい洗濯物を干しているのを見ましたし、あんなにくたってしているのに人なんか手にかけることはできないですよね。逮捕された麻子は取り調べで、家事を手伝ってくれないので不満が溜まっていたと供述しています。しかし夫の知人によると、麻子がご飯の支度の買い物に行ったのを見たことがないらしく、家事は夫がしていたと証言していました。いずれにせよ、麻子は取り返しのつかないことをしてしまったのです。ただ本件についてはその後の報道がありませんでした。何かしらの事情で不起訴になり、裁判は行われなかったのかもしれません。もし情報をお持ちの方がいらっしゃったら、コメント欄で教えていただけると幸いです。妻が夫を手にかけてしまった2つの事件。かつては愛し合って結婚した男と女ですが、加害者と被害者になってしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。